ルーカス・ムーディソンは、スウェーデンの映画監督。マルメで生まれる。23歳の時に、詩集や小説を執筆、出版していた。スウェーデン国立映画学校、ドラマチスカ・インスティチュートで、映画制作を学ぶ。短編の監督からキャリアをスタートさせた。1998年に、ショー・ミー・ラブで、長編監督デビュー。同作品は、 多数の映画祭で上映され、一躍その名を知られるようになる。スウェーデンでは、タイタニックを超える大ヒットとなった。2002年の、リリア・ヨン・エヴァーは、第15回ヨーロッパ映画賞の作品賞にノミネートされた。日本では、劇場未公開、DVD 未発売だが、洋画シネフィルイマジカで放送された。2009年には、 ガイル・ガルシア・ベルナルとミシェル・ウィリアムズ主演のマンモス世界最大の SNS を作った男が第59回ベルリン国際映画祭で上映された。2013年 We Are the Best が第26回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品され東京桜グランプリを受賞した。1994年に 漫画家のココムーディソンと結婚し、三人の子供がいる。フェミニストで、ベジタリアン、敬虔なキリスト教徒でもある。ありがとうございます。